で正代が何番やっても勝てないんですよね。あ、そうでしたっけ、はい、ですから、ね、本当にこの環境に慣れてくるも取れそうな、そんな馬力ありますね。なるほどね。楽しみな自信がまた一人ずつになってきております。今日は前半の最後の1番制限時間いっぱいです。錦木が今場所東の6枚目で最高位を更新、そして対戦相手は三役経験者の宝富士です。初めての対戦です。左四つ、これは宝富士の形です。追っつけて上手を探ります。錦木しのいで上手をかける、もう一度追っつけ、宝富士のこの追っつけ、左もしっかり返った、上手を取った、これで十分寄り切り、宝富士の勝ちです。三役では勝ち越せずに下げていますが、この形になればというのは宝富士は持っています。今日は右の攻め良かったですね。結局は左打ちするでしょ、はい、またこの形を早く作らないとね。まあ平幕相手ですと作れますが、上位で戦っていくためにはもっと早くなければいけません。そうですね、はい、上位はやることなすこと早いですからね。待ってくれませんからね。待ってくれませんね。錦木もまあ腰は重い力士ですけれども、結局まあここは宝富士の方がまだ自力は勝ります。やはりね、押っつけながらこうだ取っていくというね、定石通りの上手の取り方ですね。宝富士がね、してきていました。こう今日はいい形で自分の体勢に持ち込みました。明日栃ノ心戦、錦木